グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、サンフレッチェ広島1、レイ柏レイソル J1 第18節、明治田生命 J1 リーグ第18節のサンフレッチェ広島対レイソル戦が19日に行われ、ホームの広島が1、0、勝利を収めた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、島は水曜日の天皇杯で格下相手に、まさかの負けを喫し、早急に不安を一新する一勝が欲しい頃。一方の柏もリーグ戦で6試合白星がなく、各県に転落しており、勝ち点3を必要としてい、前半は開始直後に、ジュニオール・サントス、強烈なミドルが、ゴールポストを叩いた決定を皮切りに、広島がシュートの雨を浴びせてく。だが、リーグ戦初出場となった19歳のルーキー、GK、佐々木正志の攻守などに阻まれゴールを割れる、とができない。前半のシュート数は、広島の17本、対して、柏が1本。だが広島はチャンスを得点に蹴られず両チーム無得点で前半を折り返し、後半も広島が主導権を握る展開が続くが、柏はそう簡単にゴールを許さない。76分の決定機も J ・サントスのシュートを佐々木が見事な反応で切り出した。だが78分、ついに広島の攻勢が身を削つで均衡が破れる。エリア手前でのパスワーク、ラカシワ・ヨシフミのダイレクトパスを受けた、佐々木翔、エリア左に侵入して、クロスを上げると、相手 DF、頭に当たりコースを変えたボールがそのま、ネットに収まった。この1点が決勝点となり、広島はリーグ戦3試合ぶりの白星。3連敗となった柏は、降格圏を脱出することができていない。得点、78分1、0佐々木翔。広島、亮。